はいどうもひゃめいまるです。今宵は首都高新環状線フィナーレと行きましょうか。19話から21話にかけて各時間帯のチームを根こそぎ討伐してきました。ひとえにこの回のためだけと言っても過言じゃないです。さてボスに挑むスペックはご覧の通り、前に宣言した通り痕跡のスナイパー戦より変更はなしで挑みます。車にアップデートを行わなかった理由はスタート1新環状のボスながら芝浦からなんですよね。つまり対戦区間は C1 内回り、潮止め銀座エリアとなるわけで、正直パワーはこれ以上いらないんです。取り回し動向もありますが、正直少しでも接戦を演出するのが目的なんですよね。コーナーもまっすぐもこっちが早いんじゃ勝負になりませんから、現状でもすでに怪しい感じはありますけど、結局フェードアウトしてもまだ喋ることがありました。というわけで芝浦パーキングエリアです。ド派手な3人ですね。これが3人衆のトップですか。では新環状のファントム9、クレイジーモンキー、砂人の帝王、闇天狗戦です。それぞれインプレッサ、ランエゴ9、サンニースカイラインに登場しています。一応3人の上下関係は以下の通り、ただ車のラインナップを見て首都高点に精通する方は察したと思います。実際の力関係はちょうどマラクとなっているんです。どうなってんだこれ。なお砂人の帝王は大学教授、私を脅しに来たクレイジーモンキーに至っては教師、そんな立場の人が行動でレースしてていいのかなど、いろいろ疑問はありますが、一応ボスですからね、十分に楽しませていただきましょうか。一発目の加速から一気に前に出る闇天狗と砂人の帝王、クレイジーモンキーは案の定遅れている模様。浜崎橋は競ったまま4台で抜けようとすると大概1台引っかかります。今回は団子がこぐれたので綺麗に行きましたね。30キロ手前まで加速して潮止め S 字に突っ込む集団、その光景は恐怖とか。そして少し余裕を持ってブレーキング、車の足回りが不安定なのもありますが、正直前の2人の挙動の方が怖い。立ち上がりで砂人の帝王の運を聞きます。その前の闇天狗は一旦我慢、客のためにいたぶりながら攻略しましょう。ここで後ろを振り向くとすでに1台ついてきていません。あれ最初から3台だったっけ。上の SP をご覧の通り、前の集団に関してはいい勝負。クレイジーモンキーの SP がどんどん減っていく。潮止めトンネルからの立ち上がりで闇天狗もパスします。立ち上がりの差ですね。ただまだ後ろに疲れてる、思ったよりは早いのかな。そんな話をしているとクレイジーモンキーがリタイア。トップに関しては大したことないって認識で間違いなさそう。後ろ2人も遅れてきました。ロスを使えばとどめは一瞬でしょうね。ふふ。まあそれじゃつまらないですから、追いつきそうで届かない背中を眺めていただきましょうか。両橋ストレートを挟んで井戸橋と続くわけですが、本気で走ればもっと早く、多分銀座手前くらいで決着がつきます。つまり普通に進めていれば何の問題もなく攻略できるはず。いくらファントム9といえどその程度のレベルって感じです。さてと、そろそろ闇天狗も落ちる頃かな。ファントム9新環状編はこれにて完結です。お疲れ様でした。資金も結構入りましたね。強化縛りは解禁して残り3人は全力で片付けに行きましょうか。
わけで本日はここまで。次回は渋谷線と新宿線の一部になるかと思います。残るファントム9は3人。まずはダーティーフォックスがターゲットになるのかな。渋谷線と新宿線に関してはそもそも走るチームが少ないですから、車両を垂れ流す回も少なく済みそうです。加えて車のアップデート、外装もリニューアルする予定なのでお楽しみに。さて、話すことはこれくらいかな。ではまた次回もそのうち更新すると思います。よろしくお願いしますね。